ダルマとは2つの縁起のいい動物をデザインして描いております。鶴をイメージして描いております。この下の部分は鶴と同じく縁起がいいと言われている亀をイメージして描いています。横に願いを描くのが高崎だるまの特徴としてなっています。まずだるまの左目ですね。自分の願いを思いながら目を入れてもらいまして、自分の願いが叶いましたらこちらの右目の方にも願いが叶いました、ありがとうございましたという感じで目を入れていただいて、また新たな一年を迎えます。